第38回帝王賞ハッピースプリント3着でした。宮崎光之ジョッキーです。お疲れ様でした。お疲れ様です。3着でしたがいかがでしたでしょうか。そうですね、まあ理想の位置取りが取れて、まあ、あとは 2000m なんで、まあ、上がり3半とか姉妹勝負で、まあ、4コーナーではもうね、ここを頼まないとその中央さんの2頭がいたんですけど、まあ、4コーナー回る時にはまあ3着はあるなというのは手応えで、あとはどこまで詰め寄るかなというか感じで直線も行きたいんですけど、まあ、感じ的には状態も良かったんで、今回の競馬はすごく馬が頑張ってくれたというか、いい競馬ができたと思います。序盤から振り返りますと、前に中央5頭を置いて後ろに地方馬6頭がいる、ちょうど真ん中にスポットはまるような位置取りになりました。あのあたりは狙い通りだったんでしょうか。そうですね、もう中央さんが前に行くのはほとんど多分そういう位置取りになるなと思ったから、まあ、あとは中央さんの前を見ながら、あと手応えで乗っていこうかなというのが、まあ、その通りの感じの競馬になったので、国交たる前が動き始めたところで自分もついていって動いたというような格好でしたね。そうですね、ちょっと1テンポちょっと僕の方がね、まあ、遅れてるというか少し仕掛けを遅らしたんですけど、まあ、1、2個は向こう上面がちょっと国交たる前とちょっとね間が空いたんだけど、もう それについていくと僕のもう足上がるかどうか、ちょっと僕もそこが半信半疑だったので、そこはちょっと我慢してちょっと仕掛けを遅らして、ちょっと直線ちょっと暮らし気味の仕掛けになったんですけどね、はい、だけどまあ終わってみるともうちょっと積極的な競馬してもちょっと面白かったかなという感じにはなりましたけど、今日も中身のある競馬だったとは思うんですが、今後このまだ4歳のハッピースプリント求めるものがあるとすればどんなところでしょうか。そうですね、もうちょっと僕を楽させるような走りというか気持ちがもうちょっと前向きになってくれればそこだけですね、うん、前走柏記念で敗れたワンダーキュートは逆転して、中央オーバーも3頭を任した、感情になるかと思うんですけども、まあ、今日の3着自体、宮崎さんとしては満足できる内容だったんでしょうかね。まあ、そうですね、距離問わずあの馬の力が試せれたっていうのは競馬じゃないですかね、まあ、長い方が乗りやすいんですけど距離は多分関係ないというか、それなりに相手なりに走ってくれるタイプなんで、これがもっと良くなれば多分いいところを狙えるようになると思いますけど、中央のフルーマーとの差も徐々に詰めてきて、これから秋に向けて、さらに、詰めていくことを期待できそうですかね。期待したいですね、はい、馬が、はい、そうなってくれることを本当にもう多分なると思いますよ、まだ若いですし、はい、柏記念帝王賞と続いて騎乗されました、今後もハッピースプリント続けて騎乗することになりそうですか。まあ、ぜひとも乗せてもらえるなら、はい、続けて乗せていただければ乗りたいと思います。秋に向けてこの後5歳6歳に向けて、まあ、そうするとかなり手応えをつかんだレースになりましたでしょうかね。そうですね、いつかはやっぱりこのままでフルマの G1 ちょっと取らせてあげたいんで頑張りたいと思います。じゃあ最後に声援いただいたファンの皆様にメッセージをお願いします。まあ、ハッピースプリントともども応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。